プリンセス父はバレエをテーマとした日本のテレビアニメ作品。2002年から2003年にかけて放送された。伊藤育子原案、佐藤淳一総監督。全26話。前半13話に卵の章、後半にひなの章というサブタイトルがそれぞれ付けられている。放送10年以上という長い準備期間を経て、キッズステーションで 前半13話が30分枠で放送され、後半は動画大陸内で残り13話を1エピソードにつき15分ずつの前、後編という形で放送した。バレエとクラシック音楽を物語全体の原動力として用いた作品。特定のクラシック曲に主人公の姿を投影させ、それを BGM の枠を超えたライトモティーフとして物語を組み立てていく手法である。 卵の章の後半4話分の BGM 選曲と実際の物語進行は視聴者がこれらの BGM の音楽的意味を知っていることが作品を鑑賞する前提であるかのような極めて密接な関係を持った演出の場面となっている。描画上においても主人公達が演じるバレエのシーンにおいて実際のマイムがアニメーション上の物語進行を明示しているという演出も見られた。 また、バレエのどの役を作品上の誰が演じるかが、とりわけ、卵の小最終話のタイトル、白鳥の湖に向けて物語が収束に向かうのを作品自体が自律的に行うための壮大な仕掛けとして効果的に描かれていた。金環町という町の金環学園バレエ科の落ちこぼれ生徒、アヒルは憧れの先輩、ミュートと一緒にパドデュを踊ることが夢。 人の心を持たず、いつも寂しげなミュートの役に立てればと願うアヒルに、謎の老人、ドロッセルマイヤーが力を授け、アヒルは、プリンセスチュチュに変身して、ミュートに失った心のかけらを返してあげることが、できるようになった。しかし、ミュートの親友、フ・アキアヤガールフレンド、ルーは、なぜか、ミュートが次第に心を取り戻していくことを拒否し、アヒルが、 心のかけらを集めることを妨害しようとする。謎めいた女性、エデルは、アヒルに何かを教えてくれるが、アヒルには難しすぎてよくわからない。やがて、ドロッセルマイヤーの眠っていた物語、王子とカラスが目覚め、彼らは、いやおうなくその物語の渦に巻き込まれてしまう。次第に、自分の真の姿に気づいていくアヒルは、自分の境遇や物語の王子様だったミュートの、 幸せを思って苦悩するとともに、周りの人たちの思いにも心を向けるようになる。そこに仇役、プリンセス・クレールが登場して、物語の歯車は一気に回り始める。プリンセス・クレールとの戦いから一週間、平穏な日常生活に戻ったアヒルたちだったが、フアキアハミュートの様子がおかしいことに気づく。以前父が取り戻した、愛する心に潜められた大ガラスの血によって、 彼の中に邪悪な心が芽生えてしまったのだ。父であるオーガラスの上を満たすため、クレールと邪悪なミュートは若くて美しい心臓を求めて暗躍し始める。プリンセス父は邪悪な心を持ったミュートに狙われた人たちを救い、心のかけらを取り戻してゆく。一方、己の無力に悩んでいたフアキア派自分がドロッセルマイヤーの血縁者で、 書いた物語を現実にする力があることを知る。ルーは、父の大ガラスや愛する人であるミュートの冷たい言葉に、日増しに傷つき、何も知らなかった頃に戻りたいと願うようになる。ミュートは自分を支配しようとする、大ガラスの邪悪な心に苦しみ、必死に戦っていた。そして大ガラスとの決戦の直前、エデルの燃え残りの木から作られたウズラから、アヒルは、 最後の心のかけらの正体を知らされる。ありがとうございます。